ま、払い人なんかやってると色々あるってのは聞いてたからな。一時の我慢だろ。中身は男のままだし、あやかしは無視する癖つけろ。うん、白金みたいに弱く見せるのが上手いやつもいたんだ。鈴自身がどんなあやか友達、あの猫だるまと、アイドル、なんだよその例え。そんなんじゃねえし。わがままな幼馴染がいてさ、こいつと分かり合えるわけがねえし、鈴の存在が俺の風の中心だからさ。保留だってよ。もし悪さするようならすぐに払うってことじゃねえかな。だから、俺だってできればもっと仲良くできたら嬉しいかな。なわけねえだろ。先輩でも怒るぞ。可能。在庫切れでしばらく入荷できないとのことであります。灰桜、準備急いで。コート2区、新願寺市場。ん、黒猫邸があるのが5区。そこから山手城を反対に回った先が2区。コートで一番大きな市場があるのです。なんでって、私があいつのためにどれだけ骨折ってるかコバちゃんも知ってるでしょ。あれはそう、中学の時周りに疎まれて一番辛かった時。でも生理的に無理なんです。できれば視界にも入れたくない。石神のいいところはね、一応民法770条では離婚の自由として配偶者以外との不貞行為が定義されています。でもこれで浮気と断定するのは何かの買い出しという可能性もありますし。ブラックベリー入り、特別な美味しさ、トリ遅い、イナトーストの匂い。トリはいつも素敵な匂いを見つけてくれる。今日は私たちが鳥に匂いを見つける番。逆療法。申し遅れました。僕の名は千代目。人心一族6人の一人です。おそらく王国軍も動くでしょう。はい。では手はず通り、僕とアリアン殿は裏側から。正面はゴエモンとアーク殿にお任せします。よだ。執念深く呪いも無視して立体的に動く。個人だ。タンクツ記念日で海外の、なんだっけ、忘れたけど、瓶詰め焼いた時の味だ。納豆、あれ好きで人のまで手つけてたな。未知の病に侵されないように免疫力を上げるナノマシンを打ったんだよ。ほう、肉体改造と戦闘服で強化された戦闘員に力負けしないとはこの星の生物は侮れないな。この男の心と頭を癒すため自分探しの旅をしていたのです。ですが森で獣に襲われ、荷物は全てなくしてしまいました。昨日たまたま古文書を調べてたらね、こんな一文があったの。古の賢者マーリンはひどい頭痛が起きると妻たちを集めて口づけを要求したって。きっと頭痛を和らげる効果があったんだよ。キスに、自ら人混みに行きたいとかド M なの。美味しそうな匂いが。人は多いけど、くそー、これは絶対やっとかないといけないからな。独身男性全員消えてなくならないかな。ネトゲで負けた時思わずやりそうになるんだよね。これは問題が間違っています。登場人物の心情を答えろだなんて、科学でも解明されていない脳の前後。まあ忘れていった私たちにも非はありますので。それより他に要件がないのなら私たちはこれで。いや待て、吸血鬼と一晩一緒で怖くないのか。うむ、日光は苦手だから、よほどのことがない限り昼間は出ないな。あんなに騒がしかったやつでももう来ないと思うと案外寂しいものだな。ひょっとしてあかりの家族ってみんなあかりみたいなのか。だって朝ごはん食べかけだったから。台本書いたそばから食べちゃいそう。近くに美味しい焼き鳥屋さんもあるし、売店の団子も美味しくて、あとアイスも。恥ずかしながら私生まれつきの睡眠障害で毎日よく眠れなくて体力もないの。普段からちょっと運動しただけでさっきみたいに力が抜けてぐったりと横たわってしまう。それに力バル先輩大丈夫ですか。ごめんなさい、ごめんなさい。
加減全く考えずに力出しちゃいました。騒がしくして申し訳ありません、リーゼロッテ様。その学園の落とし物ボックスに半年以上残されてタダでいただけるとのことだったので。はい、あの桜庭先輩のことずっと見てました。学校行事とかでもみんなをまとめて盛り上げてクラスの中心って感じで。よかったらうちに来ませんか？仲のいい子がいじめの標的になった時も無理なく、あんな子別に友達じゃないしと言い逃れることが可能です。なんとこれは革命ですね。私は水戸くんのこと友達だと思ってますよ。もし水戸くんがいじめられたらきっと一緒にいじめられてあげると思います。だからっていつもダラダラしていいわけじゃないでしょ。その椿さんとまさか引き分けるなんて。努力もしてないのに今勝てないのが次勝てるわけないでしょ。いつか私の努力で倒してみせます。努力の大切さを知るといいっす。ラフタリアちゃんとリーシアさんだっけ。いいね、ナオフミは大切に思ってくれる仲間がいて。だからって俺も諦めたわけじゃないよ。毎日毎日何年も何年も脱出方法を探ってる。それでもダメなんだ。お姉ちゃん、お母さんたち大丈夫かな。お花がなかったらお母さんたち別れちゃうの。そうだ、この羽をお花の代わりにお母さんと源蔵寺さんにあげたら喜んでくれるかな。あんたがリリスの主人にふさわしいか、何がいいのか、しばらく監視して見極めてやる。まずは教養だ。主として十分な知識や常識を心得ているか。もちろんだ。総体があれで、そしてこうなるという理論だ。僕がここを見張っている限り奴らも容易に手を出せないからな。ダメだ、普通の人間が太刀打ちできる相手じゃないんだ。奴、そうだ、さっき自分のことをつまらない人間だとか言っていたが、ドラゴニア王国のナイトぐらいの価値はあるぞ。なんなら僕が雇ってやってもいい。